さあここは西島の動きを警戒しながら1号艇、島川が枠主張の構えで1人ホーム側に移って先を向けました緩やかなホームの追い風が渡ります開催4日目予選最終日の攻防になりました g 1第67回中国地区選手権序盤のカードは変わりまして第2レースの予選競争 1>, 1号艇が島川海輝2号艇、谷村和也3号艇、辰馬光弘4号艇、西島よし5号艇が井内正太郎6号艇、森谷美穂以上6メンバーの対戦ですさあ、ここは深い覚悟で主張します、陰戦1号艇人気を集めて島川海輝今回 g 1初参戦そして初白星のチャンス。 2コースでゆっくり4号艇に志島義則3コース中段に2号艇、谷村和也ですダッシュ3艇門市3号艇、辰間光弘5コース5号艇、井内正太郎で6号艇、ギャブレた交換は森谷美穂1対2対3、第2です進入はインコースから1番、4番、2番3番、5番、6番です。 スタートしましまたインコース、タッチ遅れた3コースからトップスタートが2号艇の谷村一周1マーク、さあ、谷村、るが4号艇、西島が抵抗する両者、競った、内をついてきたのは3号艇の立までありますが、ここはまくり切った。 2号艇の谷村がトップで2番手争いは6号艇、3号艇、森谷と辰馬が並び後は後ろに5号艇、4号艇、1号艇スタート正常でした1周2マークトップ旋回が2号艇、谷村後ろから切り返し先取りしてきたのは5号艇、井内を差してくる6号艇、3号艇の順で2番手に上がったのは6号艇、森谷上位2艇が2番、6番そして3番手、5号艇、井内の後ろ2艇審査内から3号艇、辰馬が4番手あとは水がいて4号艇、1号艇で2周の1マーク二番手でもある 3号艇森谷に合わせていったのは3号艇竜馬かわされてその外をかわして5号艇井内は3番手も守ります上位体系は2番6番5番です3艇審査4番手もうまだまだ粘って3号艇の竜馬これから2周2マーク トップは2号艇の谷村2番手が6号艇森谷3番手5号艇井内に小回り合わせて3号艇立つまでありますが3番手は守っています5号艇の井内正太郎上位体系は2番、6番、5番のままレースは最終周回に入っていますここはセンター3コースからトップスタート2号艇谷村がトップで3周1マーク2番手は6号艇さばいて森谷3番手5号艇の井内が続く上位体系2番、6番、5番です 2番、6番、5番この組み合わせ3連単ですと89.5倍2番、6番2連単が29.5倍を示していますラストターンマークトップで2号手谷村2番手、6号手の森谷3番手が5号手井内で2番、6番、5番第2列先頭2番、ゴールイン6番、ゴールイン5番、ゴールイン3番、ゴールイン4番、ゴールインラスト1番がゴールイン